野菜を食べると痩せると思っていませんか？今からお伝えしますポイントを知らないと逆にそのお野菜で太ってしまうことになるんですよ。この動画ではこちらです。 1. なぜ今からお伝えするそのお野菜で痩せることができるのか。 2. 痩せる野菜食材とは何か。 3. 痩せるお野菜食材ランキング形式であなたにお伝えしてまいりますね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではまず一つ目です。なぜ痩せることができるのかということなんですけれども、それは今からお伝えしますお野菜を摂るとあなたの腸内環境が整うからなんですね。逆にその腸内環境が整わない状態、どういう状態かと言いますと、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌がもう多く割合として腸内に住み着いてしまっては、もうそもそもそういった痩せる食べ物をね欲しがらなくなってしまうんですね。甘いものとか脂っこいものとか、要はデブ菌が好むようなものを食べたくなってしまうんです。ではこのお話とは逆に、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が優位に、要はたくさんですね住み着いてくれる、増やしてあげることができさえすれば、あなたは自然と痩せる食材を食べたくなるんです。なぜかというと痩せ菌の好物だから。ですからそういった腸内環境を整えるお野菜を摂るということがとても重要になってくるんですね。次に2つ目の項目に入りますね。2、痩せるそのお野菜とはどんなものなんでしょうかということですけれども、ここでポイントがあります。それはオーガニックのお野菜であることなんです。オーガニックとは有機のことです。農薬や化学肥料などはもう使わずに、その自然の恵みですよね。太陽であったり、その土地が持つ土地の栄養だったりですね、お水だったり、そういった自然の恵みそのものを生かして育ててもらったそのお野菜たちがオーガニックのお野菜ということになるんですね。先ほどの一つ目で腸内環境がとても大切なんですよ、痩せるためにはということでお伝えしましたけれども、このオーガニックで作られたお野菜を摂ることがそのことに直結します。なぜかと言いますと、この逆ですよね。農薬たっぷりのお野菜をですね食べてしまわれると、その農薬が体に入ることで腸のその消化がものすごく負担をねかけてしまうんです。もう腸が疲れてしまうわけですよね。そうするともう腸が働いてくれない状態になってしまうわけです。そうしますと先ほどお伝えしたデブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になってしまいますし、そもそも消化吸収ができなくなってしまうということは、食べてるのに食べ過ぎてしまうと逆に吸収できないわけですから、実はですね栄養不足になっている可能性があるんですね。ですから実は食べ過ぎていらっしゃる方、太っていらっしゃる方っていうのは栄養不足なんですよ。なぜかというと腸が動いていないからです。ですからそうなるとどうなるかと言いますと、腸が動かないイコール吸収ができない、結果栄養不足になった。そうするとですね、お体はビタミンやミネラルというものを吸収できない、栄養がないわけですから、バランスをどんどん崩していってしまうんですよね。そこで影響を受けるのがホルモンです。例えば別名デブホルモンと呼ばれているそのインスリンがちゃんと働かないとなるとどうなるか、どんどん甘い食べ物とか、要は太る食べ物ですね、欲しがってしまう、味覚にこう変わっていってしまったり、また食欲をコントロールしてくれるレプチンとホルモンも、そのホルモンバランスが崩れたことでうまく働かないとしたらですね、もうとにかく食欲がね収まらないんですよ。もう食べたばっかりなのにまたお腹空いたって、でまた口に運んでしまうという、そのもう悪循環ですよね。負のスパイラルに
入ってしまわれてしまう、まあ、そうなるとですね、もうどん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 太っていってしまうわけですよね。なぜかというとホルモンバランスがもう崩れてらっしゃるから、ご自分ではもうコントロールができないということになってしまうんです。ですから冒頭でお伝えしましたように、お野菜ってもちろんカロリーも少ないですし、もちろんね健康にもとっても大切な食べ物なんですけれども、だからといって今お伝えしたオーガニックではないもの、農薬がたっぷりかかったようなお野菜をですね、これは体にいい、痩せるからと思って取りすぎてしまうと、今お伝えした通り腸が動かない、結果吸収ができない、そして栄養が取れないことによってホルモンバランスが崩れてしまって負のスパイラルという、このね悪いサイクルになってしまうんです。ですからポイントはなるべくですね、このオーガニックのお野菜を選んで召し上がってくださいねということになります。では3つ目です。今までお伝えした条件を全てクリアしたお野菜たち、トップ3でランキング形式でお伝えしてまいりますね。では早速まいりますよ。第3位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイのオーガニックベビーリーフレタスミックスになります。こちら1袋あたり98円税別でした。で嬉しいのがこちらです。JAS ジャスマークがしっかりついておりますから、もう安心安全で、ね、召し上がっていただきたいと思います。でこちらこんなね、このようにパッケージになってますけれども、きちんと洗ってお召し上がりくださいということで、そのようなことまでですねメッセージが書いてくださっているのが、もう本当にね心遣いが嬉しいなと思って手に取りました。で私このベビーリーフもレタスも大好きで、もう本当に手軽にもうパッと食卓にですね、もうパパッと洗って、もう朝バタバタしてね時間がない時とかはもうすごく重宝しております。こちらに、まあ、プラス私はぬか漬けとか発酵食品のお野菜もプラスして毎朝いただくこともあるんですよ。続いて第2位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックベビーミズナ大分県産となっております。でこちらも洗ってお召し上がりくださいということで、1パックあたり98円税別でした。で私はもうねお野菜全部好きなんですけれども、このミズナはもう特に大好きで、なぜかというといろんなものにこう使えるんですよね。もう本当朝のお味噌汁にパッと入れたり、もちろんこのままでもいいですし、もう野菜炒めとか、あと彩りでこう上にパパッとねかけたり、もうすごく便利なので、もう本当にですねこういったオーガニックであること、そして使いやすい、もう本当カット済みですから、ぜひおすすめしたい第2位のお野菜となっております。ではいよいよ第1位はこちらです。イオントップバリューのグリーンアイオーガニックベビー小松菜大分県産ということで、こちらも洗ってお召し上がりくださいねということです。1パックあたり98円税別でした。なので今3位から1位までお伝えしましたお野菜たちは全て税別98円ということで、もう手軽なんですよね。そしてこちらももちろん JAS ジャスマークついております。で私は手に取ったのはこの大分県産となっておりましたけれども、もしかしたらあなたのお住まいの地域では地産地消ですよね、その土地で採れたフレッシュなその土地でこうできたものということで、もしかしたらその大分県産ではなくてですね、あなたがお住まいの土地の県産のものがしっかりと目の前にあると思いますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。で私がなぜこの3、2、1ということで順位をつけたかというその理由なんですけれども、もちろんこのオーガニックっていう条件を満たしているお野菜たちということで選んでいるわけなんですが、実はもう一つその痩せるためのポイントがありまして、それは糖質量です。太っている方というのはですね、もうとにかく糖質中毒、要するに太る原因の糖質をやめられない方がやっぱりね多いんですよね。でその時に糖質をどんどんやはり入れてしまわれると、いつまでたっても溜め込んでしまった脂肪をエネルギーとして使おうとはねお体はしてくれないわけです。ですからたとえですねこういったお野菜であっても実は糖質って入ってるんですよね。なので自分自身をこう振り返っていただいて、あもしかしたら私もこの糖質中毒なのかもしれないと、もうなんか知らないけれども甘いものがやめられないとか、
もうとにかくすぐお腹がすくとかですね、そういったことに心当たりの終わりの方は、例えば白米とかパンとかパスタとかそういう糖質の塊を召し上がるのをこうなんとかねコントロールして頑張ってらっしゃるんじゃないのかなって思うんですよね。それ正解なんですよ。ただその完全にゼロってね難しいんですよね。なぜかというとこんなお野菜にでさえ糖質って含まれているからなんですね。そこで私が先ほどお伝えした 3,2,1 っていうその順番はですね、糖質量の高い順番から選んでます。ですから3位のこのベビーリーフレタスミックスが同じグラムの中では一番糖質量が高かったんです。でも高いと言ってもお野菜ですからそんなに入ってないんですけれども、なので糖質量の多い順で言えばこの3位のお野菜、そして2位のお野菜がその真ん中ですよね。で一番もうダントツで糖質が少ないのがこの小松菜なんです。ですから腸内環境を整えるためにはバランス力がもう大前提なので、例えば糖質がね一番少ないから小松菜ばっかりとかいうのもやっぱり善玉菌、野生菌の餌となるものをこうたくさん種類取った方が良いので、バランスよく 3,2,1 全て取るのもいいんですけれども、とにかくですね一刻も早く糖質カットしたいという方は、選ぶとしたら私は一押しはこの小松菜になりますから、あなたに合わせてぜひこのオーガニックお野菜を日頃の食事に取り入れていただいて、もうとにかくですね健康的で綺麗に痩せるを目指していただけたらと思って、その思いを込めまして今回この動画であなたにお伝えいたしました。この動画のまとめに入りたいと思います。1、なぜ痩せるのか、それは腸内環境が整うからでしたね。そして2つ目、その痩せるお野菜の条件とはということで、オーガニックであること、農薬を体の中に入れない、そして腸に負担をかけないでホルモンバランスを保っていきましょうねってお話でした。そして最後3つ目はこの条件を満たしたお野菜たちプラス糖質量が少ないお野菜ってどんなものなのということで、ランキング形式であなたにお伝えしてまいりました。ぜひ日々のあなたのダイエットにお役立ていただけたら、そして健康にもそうです、お役立ていただけたらと願っております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。